薩摩藩死粛清事件は、江戸時代末期の文久2年4月23日に、旅館、寺田屋において、薩摩藩の事実上の指導者、島津久光が、同藩の尊皇派を排除した事件。寺田屋、事件、寺田屋騒動とも呼ばれる。藩平戦明を引き上落した久光は、日本中の尊皇派の希望をその身に背負っていた。しかし、久光には、この当時は倒幕の意思はなく、 公部合体がその路線であった。また久光は秩序を重んじる厳しい性格で、すでに、西郷隆盛、村田新八、森山新造を捕獲して、大阪から帰還させるように命じて粛清しており、京都の死の思惑とは全く趣をことにした考えの持ち主であった。それで4月13日に、伏見に到着した久光は、16日に入居し、朝廷より、 死死始,始,始末の命を授かる。この展開に驚愕した薩摩藩の過激派は、有刻の念から奮撃し、有馬新七、芝山愛二郎、橋口宗介らは、諸藩の尊のお橋し、牧泉、田中河内助らと共謀して、関白、九条久忠と京都諸次第、坂井忠義を襲撃してその首を持って、久光に放じることで、無理やりにでも放棄を促すということに決した。 この襲撃の前に、ねじろとしていた薩摩藩の二十八番長屋から出て、伏見の船宿寺田屋に集まることを計画していたが、当時、寺田屋は薩摩藩の上宿であり、このような防御に関しての集結場所としては、格好の場所だったようである。獅子暴発の噂を聞いていた久光は、側近の大久保はじめ像、海江田岳次、奈良原木材門を次々に派遣して、 説得を命じ、反死を抑えようと試みたが失敗した。23日、薩摩判定では、長田佐一郎が本位し、決起を止めようとしたが止められなかったために切腹した。これによって、計画の結構日が迫ったことを知った、財番役高崎左、太郎、藤井良節の二人は急ぎ京都に中心した。久光は驚き、 出本藩士を藩邸に呼び戻して自ら直視と、今後の方針を説明して説得しようと考えたが、一方で従わぬ場合には、上位打ちもあると言い含めて、奈良原喜八郎、大山角之助、道島五郎兵衛、鈴木雄衛門、鈴木正之助、山口金納信、江夏中左衛門、森岡善助の特に堅実に優れた藩士8名を陳武士に選び、派遣することにした。奈良原、 道島、江夏、森岡が本街道を、大仙、鈴木、山口が、武田街道を進んだ。後から上床玄介が志願して加わり、計9名となった。23日夜、寺田屋に到着すると、奈良原木八郎ら4名は、有馬新七に面会を申し出たが、2階から橋口。 伝造にいないと言われて断られたので、江夏と森岡が力ずくで2階に上がろうとして、おし問同した。柴山愛次郎が応対して1階で面談することになった。有馬と田中健介、橋口壮介が降りてきて、議論に加わったが、拉致が開かず、薩摩藩士はともかく判定に同行するように求めたが、これが拒否された。そこに、大山ら4名が追いつき、寺ヶ谷に入った。 奈良原は、説得を続けたが、訓命に従わぬのかと激高する道島が、上位と叫んで、抜き打ちで、田中健介の頭部を切り、こうして、同志打ちの激しい切り合いが始まった。切られた、田中健介は、眼球が飛び出たまま混沌。山口も抜刀して背後から芝山愛次郎を切り捨て、これらを見た、有馬晋七は激高して道島に、橋口宗介は奈良原に切りかかった。 有馬マは、剣の達人であるのだが、渡り合っていて、刀が折れたので、道島につかみかかって、組合壁に押さえつけた。近くにいた、橋口吉野城は老狽してか稼いできずにいたので、有馬マが、我がごとさせと命じ、橋口吉野城はその言葉に従って、有馬マの背中から道島と共々貫いて、両名を絶命させた。他方、橋口宗介は奮戦していたが、 奈良原に肩から胸まで切られて倒れ、最後に水を消耗して飲んだ後で息絶えた。森山慎吾左衛門はちょうど川屋に降りてきたところに、このような切り合いが始まり、切られて、重傷を負った。大山角之助は、梯子下で待っていて、騒動を聞いて降りてきたで島まる龍介を視察し、さらに降りてきた、橋口伝蔵の足を払った。橋口伝蔵は立ち上がって刀を振るい、 鈴木雄右衛門の耳を切り落としたが、鈴木章之助に刺されて絶命した。そこにまた降りてきた、西田直五郎を森岡が槍で突き、西田は転がり落ちたが、刀を振るって森岡と相打ちのような形で生き耐えた。二階は、下の状況がわかっておらず、三玉三平は、伏見奉行の取り方が来たと誤解して、取り方だ、防先生をと叫んだことから、 芝山龍五郎を先頭におのおの抜刀して一階に降りて来ようとしたので、奈良原は刀を投げ捨てて、これに立ちふさがり、待ってくれ、訓命だ、同志打ちしたところで、仕方がないと、ともかく剣を収めて同行するように求めて、被災な話は、直接久光公に聞いてくれと訴えた。一階の別の部屋にいた、牧泉と田中河内助が出てきて、これに同調して説得したので、 ようやく収まった。大黒寺の伏見寺田や順南急列詩の墓子の戦闘によって、陳武士側では1名が死亡、1名が重傷、4名が軽傷を負った。残りの3名は無傷だった。死死では6名が死亡、2名が重傷を負ったが、この負傷者2名は後で切腹させられた。まだ2階にいた、尊納派の薩摩藩士の大半は投降し、 三玉三平などは逃亡した。岩本雄介、西郷慎吾、大山康介、三島八平、木藤一助、伊集院すぐ衛門、篠原冬一郎、坂本彦衛門、森新兵、深見久造、吉原八次郎、長山八一郎、柴山達五郎、是枝万助、林正幸ゆ谷玄平衛門、吉田聖衛門、町田六郎座衛門、有馬九八、 岸永三之助、橋口吉野城の二十一名が、規範禁止を命じられた。なお、京都判定で療養中の薩摩藩士、山本史郎もこれに加わるところであったので、規範禁止が命じられた。しかし彼はこれを良しとせず、服さなかったので切腹させられた。残りの多藩村のお橋氏たちの多くも投降し、何人かは逃亡した。牧泉とその息子、牧菊史郎。 坂井伝次郎、鶴田東司、原道田、中垣健太郎、荒牧平太郎、吉武助左衛門、小賀藩に、淵上健造は、久留米藩に引き渡され、他数名は、土佐藩等の所属する藩に引き渡された。引き取り手のない浪人は、鹿児島で引き取ると申し渡された。これは、薩摩藩では、月賞の時と同じく日向への道中での切り捨てを、案に意味していたが、 それを知らない、老人の、田中河内助とその息子、田中美学美学助、老い、千葉エ太郎、さらには、中村和江、青木田野も、そして秋月藩士だが同行を望んだ。絵画球門はこの条件を受け入れ、進んで、船に乗った。4月28日、大阪より2000に分譲して出港。5月2日、田中親子は、薩摩藩士によって残殺されて海へ投げ捨てられた。 遺体は、小豆島に漂着して、同地の農民によって埋葬された。海が千葉、中村は7日に、日向細島沖で決闘と称して残殺されて海へ、捨てられ、遺体は、近くの金ヶ浜に漂着。同じく埋葬され、中村を除く2名は巡視者とされた。青木は、田中親子と同船で同じく切られたが、遺体は上がらなかったのか、墓はない。この事件によって、 朝廷の久光に対する辛抱は大いに高まり、久光は後部合体政策の実現のため江戸へと向かった。ありがとうございます。